銀河のでござる。モン吉はとても正直な木こり、貧しいけれど元気いっぱいの働き者でした。食べるとなくなっちゃうけど、梅干しは見てるだけでじわーっと唾が溢れてきて、おかずなしでご飯が食べられるのでござる。あ、ちょうどご飯だった。俺も一緒にいい？あー、ずる吉、いいでござるよ。ガチャあ、なんだ、おかずこれだけ。まあ、いっか。何？なんでもないでござる。あれ、この花は？ももちゃんにあげるでござるよ。俺、代わりに渡してやるよ。ももちゃん！あら、鶴吉さん。はい、ももちゃんのために俺、すっごい苦労して取ってきたんだ。まあかわいそう。ねえねえ、それより今度の日曜日暇？俺と遊びに行かない？日曜日はモン吉さんと遊ぶ約束してるの。じゃあね。一緒にどう？いいでござるよ。それじゃ先に行っててよ。お弁当作っていくから。そうでござるか。じゃあ、モン吉さん急に行けなくなっちゃったの？うん、ねえ、だから代わりに俺と遊びに行かない？行かない。あ、遅いでござるな。落とさなかったか？落としたでござる。でしょ？で、お前の落としたのはこの金の斧か？とんでもないでござる。僕のはそんな光ってる斧じゃないでござる。ほう。お前の落としたのはこの銀の斧か？違うでござる。もっと古くて普通のでござる。ではこれか？それでござる。僕の斧でござる。正直なやつよの。この金の斧と銀の斧もお前にあげよ。それじゃあね。わしは猿。モン吉が金と銀の斧をもらったそうだ。え？どうしたんだこの斧？実は。モン吉は
湖であったことをズル吉に話して聞かせました。あの湖で。そうでござる。本当にこれ僕がもらっていいんでござるかな。いいんだよ、モン吉のもので。そうよ、モン吉さんが正直だからもらえたのよ。おい、そうだ。早く出てこい、神様。出たってわし、神様、知ってる？知ってた、知ってた。よかった、よかった。お前は今、湖に斧を落とさなかったか？はい、落としました。とっても大事な斧で困ってます。そうか。で、お前の落としたのはこの金の斧か？それです、その金の斧です。それに銀の斧も落としました。お前は嘘つきじゃな。え？嘘をつくやつに渡す斧などない。ビーッと去る。おー、ノー。待って待って、うらい、するからいけないのよ。そうだね、やっぱりモン吉くんのように正直じゃないとね。正直が一番でござる。